るよ。あの。ふこふこ、ふこふこ。いやいや、生演奏しよう。スタート。人力車にぐっと佳代さんが乗って弾いてる姿を見たいって言いよったのが、叶うことになって、衣装をまどかちゃんのところにまどかコーデをしてもらおうかと。なるほど。で、まどかちゃんのところでレンタルもさせてって言ったらいいよって言ってくれたけ、うんうん、まあ、着物になるのかワンピースになるのか、そこもまどかちゃんに想像に任せるんやけど、ここに行って3人のコーディネートしてもらって、乗ってるのを撮ったり、行きながら撮ったり、人力車の人にインタビューしたりみたいな会をしようと思ってるんやけど、その問題は、ピークはどこかなっていう感じやな。 でこれ一発も、あ、いや、これも窓か編、人力車の人に、人力車、あ、この間電話するやつだったよね。あ、そうそう、すごい。じゃあこれも5話になってんねや。5話ぐらい、うんうんうん。振りの部分がなんか弱いな。振りがさ、なんかここでさ、街の人たちの反応が取れたらいいなっていう期待は。ああ。段差とかあるけんさ。それか、もともとおはぐろ塗っといて、一本。歯抜けたとして。とか、抜けたみたいにして。こう、取ったら、あはーみたいな感じでこう。もうそっちがオチになってしまうわ。おお、持ってかれるよ。そうそうそう、まあ、他の話見てもらえんっていうね。オチだよ、本当だよ。やば。あの、人力車でサックス吹くとこうなりますよ。気をつけてねーとか言って。そうそう、人力車に乗るっていう意味付けよね。そう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 、そこのなぜ人力車なのか。うん、だから、はいはいはい、あの着地地点をちょっとずらすっていうか、その人力車に乗って、バイオリンとサックスで演奏してみたっていうのが、もう大内っぽい振りなんよね、うん、ドンと。あー、なるほどね。で、ミニチュアで弾いてどうやっていうところまでいけたらいいけどね。例えば、うん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 、何も聞こえんとかでもいいけど。あ、そう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 。撮影は一発勝負よね。うん、一発勝負。15分しかない。それか、もうなんかまるでオチのように、オチというかもう大オチのように、そのバイオリンとサックスの演奏があって、結果がまあどうであれ、なんとなく盛り上がりましたに落とすと思うねな。あ、まあなんか。そっちの方がね。そうそう。ほんで、時間が余ったので、みたいな感じで。ああ、そうね。で、マイコちゃんだけ取って、ミニチュアでもやってみたら、ね、で、音全然聞こえません、みたいな、なんか。そうだね。こっちに振った方がよくない？そうだね。うん。こっちの方が入るもんね、絶対的に。そうそうそう。ほんで、反応も見れるやん、ちゃんと。反応も見れる。お客さんとかね、歩いてる反応も見れるから、時間が余ったのでって言って、もし音がちっちゃかったら、それこそ後撮りで、あの、オリジナル曲を流しながら、あの、後かぶせで載せて、で、全然音が聞こえなかったので、音源を使ってますみたいな感じの注意が入って、で、ミニチュアこうやって弾いてる、聞きながら、その乗ってる、舞子社長の、あの、弾きの絵があったらもう、うん、やと思う。いいね、いいね。で、もう、それは、その回はもう、その絵を楽しんでくださいっていう感じ。うん。うん、ミニチュアと人力車とおしゃれしてるっていうのを楽しんでくださいっていう回にすればいい。で、そこは時間が余って、っていう頭が入った方が、はいはいはい、ストーリー性があるかなって感じ。ある。なるほど。うん、なるほど。お、いいんじゃないですか。うん。これ楽しみや。こうなると楽しみやです。一応、その、走ってる人が走れる範囲っていうのは決まってんだけど、泣かすっていう、その、ワードが強いけど、ね、うん、うん。かなと思う。怒られたらどうする？本当やん。あ、じゃあ、ま、やっぱ、中洲が、やっぱり、人がいる以内は、ま、関係なく、ロケ地中洲っていう、で、ワードがね。うん。で、なんか、あの、人がいませんっていうのが入ってもいい。入って別に、それはそれで。うん、そうね。引きで生音が聞こえてたら。うん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 。中洲で人力車っていうのはちょっと、大きいね。感じさせるかも。うん、そうね。そうね。確かに確かに。いいね。おー。
そんな感じかな。これに関しては、それで十分かな。あ、消えちゃったよ。